ディジットから引用。メガネと口ひげで日本に現れ、トレバーという名前に変えるっていう、巧妙な契約に誰も気づかないんだってさ。彼の名前はカタカナでトレババウアと書かれていて、どちらも長音で終わってるね。彼、日本語が上手くなりたくてウィーブなんだろうな。ソーシャルメディアのアカウント名も日本語にしてたしさ。ドジャースに行く前は、NPB にも本気で考えているって言ってたよね。冗談だったかもしれないけど、引退するなら日本に行くタイプかも。ベイスターズが優勝争いに近づいてるからね。エリートピッチャーが必要だよ。彼のレベルにしては400万ドルはかなり低いね。NPB のチームからオファーが少なかったのかな。もし彼を欲しがるホークスがいたら、2倍の金額をオファーすることを期待できたのにね。セントラルリーグに DH はいないからな。打撃の成績はどうなるか気になるな。昨日は、日本の野球ってめっちゃかっこいいとか言ってたのに、今日はローザーかよ、日本で負け犬やってろとか笑われてるんだろうな。とにかく、バウアーは嫌いだけど、面白いやつだね。ここで笑いが起こっているのは、日本に住んでいることではなく、彼が稼ぎたいと思って最大限のお金を稼ごうとしていることだ。今では日本で400万ドル稼いでいる。横浜ベイスターズにとっては、近いうちに優勝争いに加わるための戦力補強として理にかなっている。同時に、彼から可能な限りの知識を引き出して、日本のピッチングをさらに向上させることが望ましい。ただ、山本や佐々木にトリプルクラウンを奪われる可能性があるのは嫌だな。バウアー最低、というスコアボードのために NPB を劣等なリーグと罵るつもりはない。でも、間違いなく言えることは、バウアーは最低だということだ。彼が私の愛する日本ハムファイターズでプレイしていないのはありがたい。ポジティブな点を挙げると、これで横浜ベイスターズが CL クライマックスファイナルに進出できるかもしれない。彼らの打線は素晴らしい WBC で活躍する牧秀悟、宮崎敏郎は向上中、ヘラー・オースティンは故障しなければランディバース 2.0 となるが、ここ数年はピッチングに不安があった。今永幸太が WBC でなかなかな調子を見せている。バウアーがチームに加わることで、アツマを修正し、小園健太をより目立つ役割に育てることができると期待している。あはは、MLB のチームが彼を確実に契約するといった人たち、RIP だね。確信してた人がいたんだろう？日本でのプレイをやめて、戻ってこないでくれ。バイバイ、トレバー・バウアー。ああ、今シーズンは横浜 DeNA ベイスターズを応援することに決めたばかりだったのに、最悪なタイミングだよ。素晴らしいところは、みんな見落としているけど、彼はバッティングもしなければならないことだよ。彼は人間としてはクソだけど、MLB での彼の打席は面白くてひどかった。